きますよ、はい、次はですね、これはちょっとね、今のがスピードだとしたら次はパワー勝負になってきますよ、はい、いいですか、うん、さあ続いての競技は個人戦です。この番組をずっとご覧になってくださっている方はまあおなじみというか懐かしのあの勝負になっております。その名も相撲です。何を大運動会関係あるんですよ。さあ相撲ですよ。さあ相撲です。運動会で相撲ですか。あ、土俵どこにある、これ無理でしょ。え、みんな知らない、あの学校の中に輪っか丸いでっかいの作ったんじゃん。あれ相撲の土俵だぜ、実はトラックってやつ。さてと半数が賛成言われなかったので可決です。あ、否決です。恨まないの。今日ブラックだよ、ラッキー。今日やばいぞ、なんか今日やばいぞ。あ、そうそう。というわけでですね、はい、やっていきたいわけなんですけども、はい、今回行う相撲はですね、手押し相撲、腕相撲、そしてモンゴル相撲の3競技を4人でトーナメント方式でやっていきたいと思います。はい、モンゴル相撲って何。モンゴル相撲、ラッキーさん、モンゴル相撲って何ですか。モンゴルの相撲です。あ、はい、わかりました。わかったの、これ、ね、今まで分かった。あれだよね、こう最初から持ってるやつ。はい、そうです。モンゴル相撲はですね、もうこの状態からスタートする相撲です。あ、ちょっと俺それちょっと待って。俺それあのちゃんとルールを決めさせてください。何ですか、何ですか。上にやんない。なんかあったの、まあ、過去になんかあったの。ね、この人あのルールでこの前も前回もモンゴル相撲やった時に上にやんないでくださいということは発表したはずです。なのに始まった途端うーんってやるでしょあなた。いや、価値はいいんだよって言われる。じゃあ今日はそれやったらマイナス30で。それでいいですか。上にやったら負けで。そう、皆さんトラウマとかね、すげえ書かれてますよ。、はい、あんたひでえよってすげえ書かれてます。そういうポジションなんだね、いつも。そうなんです、ちょっと気をつけます。はい、いつも、はい、さあというわけでですね、はい、まず1個目は、手押し相撲からやっていきたいと思います。はい、もうこれもね、たくさん勝負があるんでサクサクやっていきたいと思います。はい、じゃあまずはグッパで対戦チーム決めましょうか。う、ね、最初はグー、あ、間違えた。グッパグッパ。え、何、いろいろ違うらしい、地方によって言い方が。え、なんて言うの、グッと、え、なんて言う。グッパ、グッパだよね。グッドパ、グッドパ。え、グッパはジャスもあるけどね、いろいろある。地方によっていろいろあるの。今の勝敗誰が勝ったか忘れちゃった。誰か覚えてる、誰か覚えてる。まあ、そもそも、あ、こことここ、こことこ、芸人芸人。こっちや、こっち。芸人芸人じゃねえよ。さあ、というわけで、じゃあまず滝口、はい、中山ペアから手押し相撲をまず勝負します。はい、あ、俺らでやるんだ。まずそうです。はい、行きますよ。まあ、レッドカーペット引いてもらって。まず頑張れ、頑張れ、今度こそ絶対勝てる。おお、あざます。あ、おお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 、やりましょう。行きましょう、行きますよ。行きます。はい、よーい。おい、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 あイエス。というわけで、なんてこった。勝者はマセイさん、中山マセイでした。やだ。さあ次いきますよ。はい、これはパワーじゃないです、テクニックです。終わります。それでは、よーい、スタート。はっ、ま、ま、どんだけ黄色い感じ上がって、ま、もう初めから土俵際に、土俵際。あー、今のは、今のはいつからこれ、顔押し相撲になったの。はい、勝者、浜尾翔介でした。かっこいいね。はい、じゃあまずギリ決定戦からやりましょう。ギリ決定戦、はい、まあ3位決定戦ですね。ギリギリ戦、はい、はい、じゃあ僕と言うたらやっていきたいと思います。はい、いきますよ。これはテクニックですからね、はい、したって言って今やテクニックでここ真っ赤になっておける、はい、よーい。おっ、まあ、かわいそう。またこの猫後ついてる。イエーイ。これどうですか今の。これは反則負けじゃないんですか。ユーザーの皆さんに聞いてみましょうよ。じゃあ聞いてみたい。ほら、あんたひでえよ。あんたひでえよって書いてあるよ。え、最低とかさ。すいません、もう一回やりましょう。すいませんでした。もう一回やりたいの。もう一回、あの、もう一回やらせてください。すいませんでした。もう一回。すいませんでした。わかりました。大人。
いきます。再戦、これはテクニックですからね。はい、ちょっと、おーい、力でいった。さあどうする、どうする。おい、押した。おーい、あー、ユキタイだ。おい、おーおおー、ユキユリ、ユキユリ、これあっしっよいしょ、ナイスシーン。あー、押した。さあユキー、どうした。イエー、タッキー、なんか納得いけないけど、ユキー、はい。さあ次、決勝対決です。浜尾恭介と中山選手に勝負していただきたいと思います。それでは決勝、よーい、スタート。さあ、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 ハイタッチ。おい、おい、知能戦ですよ、知能戦、知能戦です。長くない？危ない。あぶねぇ。勝者、中山雅生。さあ、取り返した。というわけでですね、こちらの、手押し相撲の方は、優勝が雅生、準優勝が、はい、真央、3位が、滝口、そして4位が雄太となっております。さあ、はい、でも次いきますよ。もういきますよ。次の勝負は腕相撲です。腕相撲、そうか、腕相撲も3つあんのか。グッパしましょう、グッパ。はい、いきますよ。グッパ、グーパグーパ。おー、俺とユータ、そしてマオと俺です。名前忘れた。違う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 、これゲスト。いや、みんなからいいな、なんかそんなミス、ごめん。ごめんよ、なんかみんな今日ひどいね。いや、ユーザーのみんなが許さなくても俺は許すからいいよ。ありがとうございます。なんかいい人。さあ、というわけで、はい、ユータとタッキーさんで、ね、勝負したいと思います。しゃ、権限、この人すごいからね。あー、やばい、これ武士出てきたよ、武士。やばい、戦国来たよ。さあ、準備はいいですか。はい、はい、未だにあんた秀よって言われてきて大丈夫。精神的に来てない、大丈夫。あ、これ降りですか。いいですよ。どういうステップ。いいですか。よーい、よいしょ。うわぁ、ウィン。文句ない、浮いたよ、だって浮いてなかった。今ね、こうなっちゃった俺。よっしゃ、勝ったぞ。よし、次行くぞ。はい、攻めえよ、ここ攻めえよ。さあ、次。これ手